サウナ先っぽがさ、ピクピクピクってなったらさ、魚がかじってるからね。貝食べるやつだったら釣れるんじゃない？個人的にはやりたいけど、おやつにしないといけない。サーフィンの時に行かない。そうなんだ。あいつはあいつでいい。いやあれだな、富士山のところ行ってさ、富士サファリパーク行こうぜ。あれだ、サファリパークね。なんかさ、設営してさ、ベッドをやってさ、テントの中でちょっとゴロゴロしたいっしょ。あっち。またそのこれアルミの箸だから熱いんだ。冷めないよね。そのキャンプはあれだなと思って。よし。あ。でかかつ。明日になっちゃう。ちょっとあるけど。からだよ、あれ。それで一回ストップしといて。はい、あれこっち。よいしょ。一旦仮止めだよ。出っ張っちゃっていいんじゃないの。でも出しやん。出っ張っか。しゃーちゃー、あっちんだよ。だから、ねえ、あ、もうちょっと言っていい。もうこんぐらい？ん？こんぐらい？もうちょっと言っていいよ。もう少しだけね。ああ、それぐらいでいいや。じゃあ、それぐらいにしてみんな、いろんなところを。OK。OK、OK。
この暑さで寝れんのか。ねえ、夜になったら涼しいぞ。夜になったら涼しいかな。本当かよ。とかよ。おっさあ。何に？スタンダップ、あれボートに、ボードにさ。あった。やりたくない。早い。あ、終わり。あれ、その白いペグ取って。あ、あれ白いペグ、うん、こんな。あ、それでいい。そのボールを出して。あれ、これで持っててくんね。一回いいよ、いいよ、でかいでかい。ほら、カトミムシ持ってて。ねえねえねえ、カトミムシ。あれ、鼻ずつ持ってた。ん？一定の鼻ずつ持ってねえ。俺の鼻ずつは持ったけど。そう、あれ知らねえ。俺のところには俺のがある。いいのな。そうしてて。ほら、見て。ああ、手やってないよ。頭だけで。いいよ。ちょっと待って待って、なんかおかしい、なんかおかしい。ああ、暑いからもう。わかっちょる、わかっちょります。アイル先生、パパも暑いです。よっしゃ、もういい？うん、もういい？オッケー、よし、ありがとう。バグは海にも入る。大丈夫。よし、あら、滑るな。頭でこれ押さえた。やめだ、しいよ。出る。
た。ベンチレーション開けなきゃ。ベンチレーション開けてからやればよかった。これベンチレーション開けてもクソ暑いんじゃねえのか。ほら入り口の向き間違えてるから。やだよ、もういいよ。じゃあ着替え持ってくる。ああ、入る。あのベージュのリュックの中にさ、これ。そう、それコロナ2本入らんね。終わり。ああ、一定のこの黄色バックエミ、レッツゴー。やば、地獄。ねえ、これさ、帰り上りじゃね？ああ、海。ここの階段のところにこれを。そう、でここにこれ置いていくから降りて。大好きだ、はい、サンダルは。あー、うちうち、はい、あちうち。深い？深くないっしょ。
かねえんだよ。捕まってろ、捕まってろ。もう来ないんだよ。潮が分かってくるで上がったもん、もう。おい、引かれる、引かれる。でもまあほら、なんていうの、はい、これでいいんじゃない、いい感じじゃない、これで、うん、オッケー、うん、ちょっともうちょっと研究するね、今回買ったやるってダメ、こういうのお前、自分で自分でやっ、この間やっててさ、ね、なんかもうやめようよ、ガソリンを使うようなもんだからね、あらあら、おかしいわ、俺虫除けだからね、虫除けパラフィンオイルよ、虫が寄ってこないのよ、それはこっちの火がついてからつけるからちょっと待ってて、それはちょっと後なの、なんかなんかさあれみたいじゃない、中世のパーマみたいじゃない、あ、つけるマック、ちょっと待ってて、こっちもやっとくから、イガラムみたいな、あ、そうねそう、イガラムみたいな、てか、あれだね、長めにこう削ってくるくるくるがいいのかな、わかんないけど、本当はそう、そうだよね、うん、長い方がいい、まあ無理だよね、ほこりつけて、うん、こんな素人にそんな長い、長めの、
ラつけてる。なんかさ、超ケバケバしてる。呪いの人形みたいなんで。さあ行くよ。一瞬で火につく。火花がつく。うん、ライターさんだよそれ。実は。違うよ。これ火打ちしたからないです。一平のがあれだからね。パチモンだからね。実はそれライターだからね。マグネシウム入れますか。いらねえんじゃねえかな。どうなんだ。どうしたらっちゃーあっちゃーあっちゃーあっちゃーこれでほっとけば育つでしょう、うん、と思うのよ。これはもうね、細かいのをね、もうこのほどほどにしとこう。これでいいと思う、うん、俺多分もう、いや、いらない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 、もういらない、うん、多分もうつくと思う。そうだろう、消えるぞこれ。これ消えるぜ。待て待て。そうだろう。あの、あっちゃーの木だよね。だよね。じゃあちょっと藁に直接火つけようよ。これは難しくね。これついたらあれでしょ。ほら見て。チートでしょ。チートでしょ。ほら見て。おほ、オッケー。行くぞ。入るのがついた。あ、痛い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 。まだ木生えよ。まだ木生え。いけるでしょ。ちょっと吹く。あとは消えそうになったら吹けばさ。あ、消えた。君はいるから育つと思うけど疲れ、でもこれについたから。これについたね。汚いやりたがりね。うんうんうん、やっぱさあれだよね、やっぱあの出ないやつでやってるだけあってすげえ火花が出てるね。これが溶けそうだよねえ、なんかやっぱ麻ひもがないと。これすごいね。でしょ。あれ麻ひも持ってきて。麻ひも麻ひもだってさ、そうやって削ってるだけでさ火花が出るじゃん。粉を撒きたいだけのぐらいのあれで。すごい。これはでしょ。安いよね。それで1000円ぐらいだもん。俺の中ではそんだけ火花が出るからもうついてるはずなんだけどな、ね、1分ぐらいで。まあこれは慣れが必要だよね、うん、だって初めてだもん。これ撮ってんの。まだ撮ってんじゃん。うん、あ、来た来た。朝日も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 がいいんじゃない。どうせなら、そうそうそう、あ
どうするの？じゃあそれ中に入れたら？ねえ、朝日も朝日も。ねえ、まだほどいてないから、もう焦りすぎだから、マジで。ほどき終わってねえの、おめえ。朝日もで火を育てていく。朝日もで火を育てていく。あー、いじったから。じゃな、これな、楽しいな。やっぱ素直に朝日もぐるぐるやって、それで火ついてから草のせようよ、うん、これを後でのせようぜ。そうだ、ね、朝日もやってから。朝日もをまずちょっと、朝日もをまずちゃんと作ろうね。ああ、それからだと思う。これここにある。だからさ、朝日もの量をさ、朝日も切っていっぱいにすればいいんじゃない。あ、これ、はい、だからさ、もっとさ、丸なんていうの、束になるようにちょっと頑張ってさ、鳥の巣みたいにね、やろう。まずはいつになったらスウェーデントーチでご飯が作れるんですか先生。火が起きないことには先生、先生、火を起こしてもらっていいですか。おい、秘密兵器を買ったんだぞなあ、今までのあの秘密一種よりも全然、全然早いけどね。全然火花の出がいいやつを買ったのにもかかわらず、火がついてからどうしようもねえっていうさこのなんていうの、なんていうの、こんだけ乾燥してる木をさ、意外につかないよね。使っててだよ。で、フェザーを作りつつだよ。フェザーについたケバケバで終わっちゃうってさ、その先どうしたらいいのって話でしょ、ね、フェザーも作ろう。ちゃんとフェザーちゃんと作るよ。 3個ぐらい必要なんじゃないですか、フェザーが。やっぱりじゃあほら、釣り竿、釣り竿、木の釣り竿、やっぱあれなんじゃないですかね。なんですか、ガストーチじゃないですかそれを持ってきましたよ今回は。ちゃんとそれはダメだ。いやもうしょうがないよ、バーナーでご飯作ろうなんダメだな、家でガスコンロ使ってるようなもん。うちほら家にガスコンロないからさ家一だからガスコンロも珍しいと思うんだよね、アイリンしてみればよし、やったー。ちょっと朝日も、朝日も、朝紐がついてる、これには。だからこうやればとっつく。あー、ちょっとあれだね、海ちょっと寒くなってきちゃうじゃない。まあね、よし。でもワンボックスで来るから、車に積んでポンってあそこに。ああ、あそこ車置けなかったっけ。あ、置けない、置けねえのか。置けないね。待ってね、この木の方を増やして、要は左になるのをやらないと。アイル左利きか。あれじゃね、アイル、さっき拾った炭が火種なんじゃね。すぐつかないかな、ついた火の炭だから。でも濡れてっかな。無理でしょう。ある程度火が出てからは他の炭よりは早いけどね、うん、奥まで行けた。いいんだよ、奥に行っちゃって。なんかこれでリゾットパエリア食べたいんですけど。そう、ちょっと気持ちお腹空いてきたていうかもう一回休憩してビール飲むダメです。テンテン、よしよしよし。それを、火が起きないと。起きたらさ、ポイチして、火のところに。コロコロンって。そう、コロコロンって。火が起きないと。ラララ
らら死活問題ですよ。ご飯が食べれない。秘密兵器。魚が釣れなかったからさ、お刺身食べれないもんね。でもあのちっちゃいイワシじゃさ、腹の足しにもなんない。腹の足しにもなんないよね。じゃあ食べれる。昨日店で食っとくべきだった。本当どうだよ、ネギトロ丼。どうだよ、どうしようかな、締めん食べていこうかな、どうしようかなって悩んで帰ってきた。よし、もういいんじゃないですか。はい。ねえ、もうつけてくれた。はい、お父さん、つけてください。こんなやってる。ペザー作ったの。作ったよ。しょうがねえな。ペザーのすぐだよ、すぐすぐ。まだ待とうよ、待とう、もう少し育つまで。もう火ついた。だいたい、だいたいじゃん。入れる、入れる。炭ガーガー、炭ガーガー。いや、これいけてんじゃねえの、うん、またそうやって空気を逃がすさ、逃げ道をなくしてさ、ほらあれでしょう。ほら、ほら、それだから火つかねえんだよ。そう、まだまだ、ほっとくね、ほっとく。大丈夫大丈夫、まだ、つくから、つくから。はい、行きますか。で、それで、ちょっとあのフェザーの木をさ、上に乗せてこう。いいよ、いいよ。あ、いいね、いいですよ。入れる？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 いらない、いらない、いらない、もういらない。あ、入れてもいいよ、今ならもうつくっしょ、うん、煙出てるし。いやー、出た、出た、出た、やばい。父さん、放火魔だからな。煙で火ついた、わーいわー。すげえひどくね。やったー、やっと着いたー、やったよー、着いたよー。イエーイ。わ、煙が、やべ。はい、いる？これ、いる？いらない。なんで？ほら、ね、これ、ほら、入れて。でも着いたでよ、あと木に移るかどうかの瀬戸際だべよ。穴開けよ、ちょっと。よしよしよ、鳥の巣、鳥の巣。鳥の巣。鳥の巣燃えてる。あー、燃えた、鳥の巣が燃えた。あー、鳥の巣が落ちていく。めっちゃ湿気てんやな。超乾いてる鳥の巣。うん、ほぼほぼついたかな。半端ない。半端ない。はい、これいる。もういらない、いらない、いらない。もう葉っぱやめて、あの煙が出ちゃうから全部いっぱい。もうあとは木でいいよ、木で。
もう木に移っていかないとダメ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 だ。半分切る？よっしゃおい。よし、着いたからビールで乾杯。お前それ包丁ナイフが切れなくなるだろ。ではではでは乾杯。乾杯。あ、だから朝日もやっといきな。朝日も木にやる。でもさ、あれ以上広げなくていいわけでしょ。うん、あれこれ刺してこい。これほら、これをここ持って。熱くないから。よし、いけ。で、刺せ。刺すんだよ、そこに。お、そうだそうだ。火ついてないよ。なんか遠くね、スウェーデン統治。うん、もっと近くに。待って待って待って、これ持ってくるから。こっちでやる。こっちの、よいしょ、つくかな。ついたんじゃねえこれ。お、ついた。よし、行くべ。ご飯作り始めんべ。よしよしよし、これついた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 ぜ。よしよしよし、もうじゃあ薪あれか。あ？うん、計算違いかな。入り口を間違えちゃった。はい、入り口間違えました。あ、そう、全部干して。お前、やったな。もういいね、いいね、いいの、いいの、これの、これの燃える原因がもう終わったから、これでいいの。もうあとこの木に、木が燃えるっていくの。だからこれはもうこれでガスコンロと同じ。これでいいのさ。で、これでもう炭つけたから、たまに入れればいいから。そうすると、今薪はいらねえな。薪は先ほどいらねえ。おい、消えた消えた。どれ？あ
る。あ、そう、あ、それでいいの。もう中で火がついてるから大丈夫なのやつ。日焼けして帽子かぶれなかったの？帽子びちゃびちゃだよ。びちゃびちゃだよじゃなくて。ああ。もうちょっとあれで、あえて楽して。じゃあ。ここに。ずーっと楽してんな。ずーっと引っ張ってったもらって。そっか、こっから歩いていかなきゃか。そう。大変だった。できたのかって。ん？できた。できた。な、折れたよな。俺が落ちると落ちた落ちた。アイルも乗った？乗ったけど。落ちた？うん。落ちなかった。乗ったけど、あのこれ以上沖に行くと、もうダメ。泣く。気持ちよかったよね。すっげえ気持ちよかった。気持ちよかったもん。なんだっけ。釣りが罰ゲームだったからね。でしょうね。でしょうね。やっぱサーフィンやってからすぐ立つんだよね、ムカつくことに。へえ。あれはもう離脱して。こっちなんだっつってすっげえ漕いだら思いっきり落ちた。同チームこうゆらゆらゆらってなって。え？すっげえ揺れるよ。揺れるは揺れる。気持ちよかったよね。すげえ気持ちよかった。水が冷たくてさ。40のおっさん2人が。楽しいんだ。そう。2人でやってると取れないじゃん。そうそうそう。面白かったよね。ガランタン1個。これガスランタンだっけ？そう。あのマッチつけない。もしもし。あれ気をつけて。はい。こっち側にあった方がいい。1個1台あげよっか。うまくあげよう。風がなくなったからね。人がいない。はいはいはい。捨てる？四隅行ってさ、一番下のやつを1段あげて。あげるよ。はい、うん。1段でいい。とりあえず1段あげて。一番下、一番下のレバー。いないと思う。一日はいないと思う。これで出入りしやすい。もう一個の方がいい。6時ぐらいまでいるんじゃないの。これで、うん、そうそう、はい、これがさ、虫よけのランタンだからさ、あ、これを外側にこうやっといて、これはいらないっしょ。食い子がいるから楽な不在表ね。まだいるの？うん。火ついてんの本当に。で、一応ここで。あれだろう、一応。キレットにさ、蓋ついて持ってる。蓋はない。あ、じゃあアルミホイルでいいよね。アルミはあるよ。で、俺もだからアルミでかぶせる。じゃあまず、あ、これで価格になってるんだ。そう、面白い。これ使えるでしょ。いや、マジ今日は来てんだからめっちゃ切れちゃったのに。ねえ、聞いてよ。何回疲れたんだよ、うん、聞いて、うん、お米分けるため。で、チートを買いました。砂糖のご飯みたいなの。うわ、聞いて。しょうがないじゃんね。しょうがない。忘れちゃったの。セブン、大川のセブンで待ち合わせしてたの、アイルの会行った時に。で、行って。で、どうしてもこっちトマトジュース買いたくてさ、トマトジュースずっと探しててさ、業務用スーパーにも売ってねえしさ。あ、ない？あれだ。ねえ、俺レモン買ったのにレモン切って入れてないよ、コロナに。そうだよ、やろ。あと2本くらいあるでしょ。何本か。アイスこれ食べるでしょ。ちょっと待って、アイルどいて。うん、よし、火ついた。
ついてるよ。ガンガンついてる。うん。うん。じゃ気になるなら、これあれ脇からこの脇に空気が入ればいいから、ここで空気を送ってあげればいいんだよ。シーズニング軽く、よいしょ。あれやったの？ん？やってないよ。持ってきてない。いや持ってきてないよ。何が？え、あのヤブカバリア。映ってる。あれなんだ。ご飯。ご飯ご飯。今ちょっと待って、シーズニングして。ご飯ご飯。これ全然映んないんだ。いや。ポテトチップ食べてる。いや一緒じゃない？こんだけベーコン巻いてたらだってどっちいいじゃん。もうでスキレットでやればいいか。中華料理みたい。網いらっと待って、うん、あそこにっ待ってスキレットで置いちゃえばちょっとずつやれば。よし、うんうん、よしちょっと大きいスキレットにしましょうね。一つか一つ、一つか一つ、なんか急にほら見て、なに待って待って、調子使ってる。鍋が足りない、正しく。あ、ねねのお皿に乗せて。全部いいよ、全部。違う、妹が足りないんだ。そうなんだよ。いやいやいや、これか。これで俺は。なんか一通りさ、今回はさ、ちょっとさ、つまみを切っちゃった。サンキュー。あれじゃない？あ、いけんじゃん。いけるじゃん。いいね。ソーセージ。うわ、見せて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 。はいはいはい。あっちかね、どこ？わあ、いいね。どれどれ。あっちゃ、入ってる入ってる。なんでなんで？いけるね。こっちがどっかだよ。いや大丈夫だと思う。こんだけの。なんで？こっちにあるとそっちが。これ誰の皿？うちの皿？うん、パパの皿。オッケー。オッケー。じゃあちょっと。あとは。あれじゃん。アイルさん。あのメイク動画だってそうじゃん。とカメラ大体。嘘。うん。そうなの？うん。なんならこのあのライトの丸い中にカメラ入れてる。へえ。食べる？ソーセージ。焼けてた？焼けてた。あっちよ。あっち。いや手で持てない。はい。私はアイルあのベーコン持ってきてよ。アイルはソーセージ食べるって。うん。これうまい。なにソーセージ、うん、あっちちよ。やったじゃん、アイル成功じゃん。ベーコン、うん、ご飯、うん、怖い。でマッシュルームって火通るの？すぐすぐは通んないじゃない。マッシュルームすぐは火通んないよね。マッシュルームすぐは火通んだから、今の炭火でぐらいでじっくりやったほうがいい。ソーセージ焼けてんの？焼けてる？焼けてたよ。うん、うん、この置いた時にジュって言わないとなんか昔くよね。うまい。取れば明るいって、ね、ちょっと、うん、暗い。撮影ライトが必要。だからあれ置いたんだよ。あれを持って歩いてよ。あ、なにこれ、芋虫がいない？ほら、あ、違った。ハムシ、ハリが。違った。ハリが来るの？この、これダメ？大きすぎたね、アイル。ちょっと、ちょっと待って。アイル、今度、ソーセージに変わって、自分でやってやると思う。頼む。こっちも買った。つまみ。何？うん。で、全然映ってない。全
熱い。すんないよ。でかいの感じ。いや、できない。ほら。いいよ。どれぐらい？うん。これ潜在写真。ジュージュー言ってんじゃん。そう、今。いや、私はこれを持ってるけど。あ、でもそれの方が全然明るい。うん、こっちなんかすごい明るい。四方。入れてでしょ？うん。シール入れるでしょ？シール。ねえ、あれどうすんの？あれどうすんの？あれはあのままでいいの。あれを見て楽しむよ。スウェーデントーチっていうのやつ。あぶね。俺の何も準備が何も進んでないから何もできてない。じゃあ、なんかおこわある、ここに水入りバケツに、あそこに押す、あの…あれなんだね。うん、なんか作る。こう、これでラムチョップ焼いたらステーキ焼こうよ。うん、いい感じじゃないですか。いい感じで焼けてる。楽しみ。結露すごくないの？大丈夫？ん？結露全然？全然ないね。マジで。あ、思ったの。あ、すげえ。I'm not going to